Semi yoke sensei no ippon tetsuge ku. はい、ごきげんよう諸君。住吉先生、イデアって何？それぞれの物事の理想的原型のことだよ。古代ギリシャのプラトンは物事ごとに元々の理想的原型があって、この世の物事はそれぞれの理想的原型に似てるほど良いと考えたんだ。それって何のこと？例えばこの世に椅子は大きいの小さいの低いの高いのいろいろある。でも天上界には椅子の究極の理想、椅子のイデアがあって、この世の様々な椅子もそれに似てるほど座りやすいとされる。プラトンによれば、そもそも人間の魂もかつては天上界にあったのに、今はこの地上の肉体に閉じ込められてしまっている。それで地上界で何かを見るとき、それが天上界のイデアを分有しているから、魂はかつて天上界で見たその元のイデアの方を思い出して、それだと認識するんだそうだ。先生はどう思う？土砂降りの日にも雲の上には星がある。大切なのはどんな時にも君が理想を見失わないことだよ。住岡先生、よくわかったわ。ありがとう。